新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは「作品の音読チェックで喉はどうするんだ」問題えっ、ー、と今日はえっ、ー、とメールでの質問です。 えっと先生の動画を見て作品を音読してチェックすることの大切さが分かりました。あ、そんなような話を時々するよね。私も応募前の短編を読み返してみたら想像以上にケアレスミスが多く見つかり驚きました。驚くだろう。驚くんだよ、結構。応募前に修正できてよかったです。あ、よかったよかった。しかし、 読んでは直し、読んでは直しを繰り返しているうちに喉がかなり痛くなってしまいました。応募から一週間経ってもまだ喉に何か引っかかっている感じがします。いや、普段あんまり喋ってないのかな。短編ですら大変なので長編を音読するのは相当だぞと震えています。そんなビビりなことでもねえよ。 鈴木先生も原稿を音読されるとのことですが、そうです。喉のケアで気をつけていることやおすすめのケア方法はありますかケアよりも予防の方が大事だったりするけど、まあその辺はまた後ほど。興味本位の質問で教室です、恐縮ですが、教えていただけましたら幸いです。まあこの、 うん、喉ってどうかって言うと、いや、僕はそんなに喉は、ああ、弱くはないな。強いかどうかというほどそんな喉は使わないので、何せさ、普段はもう本当に人と喋らないから、そもそも声を出さないからね。ええー。ただまあ、あの、こういう、その、 喉のケアっていうのは読書スピードと一緒で、まあ慣れです。生活がかかっていても割とこの、生活がかかっていると割となんとかになります。この、僕は、その原稿は必ず、その、必ず音読してチェックする方針でいます。で、まあ本になった時、本になる直前、まあゲラッと上がってくるんですけども、 上がってくるんですけども、戻す前に必ず声に出してこう音読するという、そういう習慣はつけました。まあ、書庫を編集部に送る前にあんまり誤字脱字が多いとみっともないということがまず大事かな。で、ゲラに関して言うと、これね、もともと、もうこれ20年ぐらい前からずっとやってんだけど、2四5年前だな。あの、その時の担当者が渡辺淳一さんの担当者で、で、 ちょうど渡辺淳一さんがね、その、そう、失楽園で当たりまくってた時の、失楽園を当たりまくったってか、失楽園で当てた編集者なんだよ。で、その編集者って、その、こう、次から次へとヒットを連発する伝説の編集者って呼ばれてる人だったんだ。で、こう、詳しい話、あんな人、その、 あんな人とかこんな人を次々と発掘した人っていう人で、やっぱりほら、そういう話って聞いて、聞くとさ、やっぱり、その、今度編集者の話聞いてみたいじゃない、その人の。で、なんかこう気をつけることありますかとかっていう話を聞いたとき、聞いたときに、その、その伝説の天才編集者が言ったのは、あの、ゲラは声に出して読みなさい。 それで違うよって言って言われて、まあ、それから、まあ、試しにずっとやってるっていうふうです。で、まあ、<coughs> 実際にその、ゲラを声に出して読んでチェックするっていうのは時間がかかるので、で、まあ、その、まあ、僕の場合はそれだけではなくて、まあ、その、こう、編集部に 送る原稿も一通り、こう、音読して、チェックをして、で、送ってるっていうことをやってます。で、やっぱ、そうやると手にはのおかしいところだとかって、こう、かなり、こう、直していけるし、えー、そうそう。まあ、なんといってもやっぱり、その、語字脱字や、その、表現の間違い、変換間違いのチェックっていうのが、まあ、音読することで、 もうかなり改善されるからね。えー、限りなく完成原稿に近い状態で出版社に渡すっていうような、そういう僕は、僕はそういう方針なので、っていうふうです。で、あのーこう、意外とこのゲラを声に出して読む、読んでますって動揺したって、意外と少ないです。んんで、えー、意外と少ない。これはまああ、 そう、佐藤聖南くんが時々さ、そのゲラをチェックしてる動画をずーっと、おこう、ずーっと、その YouTube で流してたりっていうようなことをやってたりするんだけど、いや無言でサクサク回してるのを見てちょっとびっくりしたんだけど、あやっぱりさ、ほら、僕は聖南くんのような才能はないので、彼と、 同じようなことをやってたら、たちまち僕は消えてしまうので、まあそうすると、まあその分、まあ彼がやってない分が、まあこっちはその分手間かけようねっていう、そういうことは思います。やっぱり、才能がない人間は才能がないっていうことをまず自覚して、どうやってカバーしていくかっていうことをいつも考えていかないと、他の同業者と同じことをやってたら一瞬で消えちゃうよね。っていうことは思います。ちょっと話がずれたね。 ええと、こう、喉のケアで気をつけることっていうのは、意外とね、大事なのは、背筋を伸ばして読むっていうことと、あと、腹式呼吸ね。喉だけで、あー、ましばしあのねーとかって言ってやってると、喉だけでやってると、意外と喉痛めます。ええー、と、腹式呼吸で、こう、腹から、はあーってこうやって声を出すっていう。 腹からこう、腹式呼吸を使って腹から声を出す。それからと、頭蓋骨にこう反響するように、頭蓋のどこでその声が反響しているかっていうのはやっぱり意識するとだいぶ違います。えっ、ー、と、喋ってる時に、こう、喋っている時にこうやって話をしている時に自分の頭に手を置くんですよ。そうすると、 その喉だけで喋ってると意外とここの頭蓋骨に反響しなかったりするので、ちゃんと頭蓋骨に息を、あの、頭蓋骨にちゃんと反響してるよねっていうことを意識するって大事です。で、あと、お,お腹に息を手を当てて、腹式呼吸でこうやって喋る。で、そうやと、あの喉の負担は減ります。えー ただ、これやっぱりね、毎日の蓄積って結構大事です。で、はっきり言って毎日自分の書いたものを音読すると、もうお腹いっぱいでうんざりしてくるので、その、僕は、いあの、毎朝起きた時に、その、聖書ね、僕はクリスチャンなので、あの、聖書日課っていう、 本があるんですよ。今日はここを読みましょうとかっていうような、そういうものがあるので、その聖書日課でこことここを読み,読みましょうっていう指定されているので、で、そこを見ながら、そのパソコンに向かって、パソコンの Google ドキュメントは、あの、音声入力ができるので、その Google ドキュメントで、その、お聖,書音読聖書を音読して、 文字入力で文字に変換されていくっていうのをチェックしながら、あ音読をしてます。聖書の音読をしてる。で、そうすると、要は、小さい声でボスボス喋ってたりだとか、こう、ちゃんと、腹式呼吸で頭蓋骨にちゃんと響くようにして、えー、あと、文章をわかりやすくはっきり発音させる、さ,れさせるっていうふうにしないと、えーと、 Google の音声入力さんっていうのは、その文字に変換してくれないので、えー、そういうことは気をつけるようにはなります。まあ、これも毎日やってると、毎日さ、5分もかかねえよ。こう、2、3分ちょちょっとやるだけで出ますのでね。えー、で、そうやってやっていくと、毎日やるだけで、その、だいぶ、喉はあ、疲れにくくはなります。 ここら辺の話ってさ、新本信長さんという人がいてさ、これの、この人が書いた、声が通らないというエッセイがあって、これ文藝春秋から出てるんだけど、これリンク貼っとくね。えっ、ー、と、うん、概要欄からリンク貼っときます。えー、で、そこからアクセスうするといいです。えっ、ー、と、まあ他にもボイストレーニングの、うん、本だとかって世の中いっぱいあるんだけど、 ボイストレーニングの本を読んでも、じゃあ声が良くなるかって、あの、声が良くなかったとか、喉が強くなるかって、別にそんなことないので、まあ、あの、読んでて楽しめるエッセイで、なおかつ、こう、役,だ役立つという点で、この、新法信長さんの声が通らないって、いい本なので、えっ、ー、と、これでチェックしてみるといいっすよ。ええー、 ただまあ、喉はそうやってやって痛みにくくはなるんだけど、声は良くならないよな。ねえ、やっぱりさ、こう、ずんとこう響く低音とかさ、そういうのってのは憧れるんだけどね。この番組では皆様からのお便り、ご質問も募集しています。 マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、オール呼び物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、アッ Apple Podcast、Google グ Podcast グ、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで鈴木貴一郎作家に聞き、今日はそんなところで。ではではでは。